はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは。こんにちは、ではありません。違います。今日は10月の10。10月の10。9。じゃあ、20な。20。はい、今日は20日です。はい。はい、時間が9時。違う、8時43分です。8時43分。はい。今日は、はい、この前の土曜日に出たガンバライジングカードを紹介したいと思います。はい、お願いします。毎週行ってます、うん、毎週頑張っています。はい、だいぶ強くなってきたんじゃないですか。まずこちらです。はい、仮面ライダーバスター。はい、バスター、今やってるね、仮面ライダーセイバーに出てくるライダーですね。お父さんライダー、お父さんライダーですね。子供連れています。玄武神話っていう、ライドブックやったっけ、ライドブックを使って変身します。1950です。そして裏返してバーストすると3300。結構強いね。まあまあ強いですね。これは玄武神話、ね、1100、1050、3050。あ、強っ。バスターでも強いもんな。大きい剣持ってな、バチバン行くもんな。はい、バスターです。はい、続きまして、じゃじゃじゃん、じゃじゃん。はい、仮面ライダーガイム、ガイムオレンジアームズ、オレンジアームズ。これはレアカードですね。レアカード。大一等。ノーマルだからまあまあ。まあまあですね。せいや。バーストしたら、いちごアームズ。ほんま、いちごアームズだな。オレンジアームズから、いちごアームズになります。はい、続きまして。続きまして、こちら。じゃん、仮面ライダーサイバー、サイバードラゴンジャックン、ジャックン、ジャックンとドマメの木やろ、うん、レアカードやからキラキラ入ってますね。はい、怒号火炎山、ジャックンとドマメの木、うん、ドラゴンジャックンです。ドラゴンジャックン、はい、今はバーストすると2750ですね。ドラゴンピーターありますね。ドラゴンピーター、ピーターなんだっけ、ピーターパン、ピーターパンで、ピーターファンタジースター、あ、ピーターファンタジースターとなんかあれしたやつやな、ドラゴンとなんか組み合わせしたやつ。うん、はい、続きまして、こちら最後、最後、じゃじゃじゃん、せいや、セイバー、またセイバーです。セイバー、ドラゴンピーター、ピーターファンタジーさん、さっきのでしょ、さっきのやつがこれですね。あ、一緒ですね。ドラゴンピーター、ピーター、同じ種類いっぱい出んねんな。水星火炎山、バーストしたら、まあ、そしたらドラゴンヘッジホッグピーター、3冊やな。ドラゴン、ヘッジホッグ、ピーター、うん、3冊のやつですね。タトバタトバタトバみたいな感じだな、うん、3枚コンボです。はい、じゃあというわけで、はい、はい、今回はこの4枚が出ました。はい、というわけで今日は仮面ライダーガンバライジングのカードを紹介しました。一番良かったのどれですか。一番気に入ってるのどれ。一番気に入ってるのはこれです、うん、どれ。玄武神話、あ、一番やつな、キャンペーンカードやもんな。これ強いやろな。これ今度ゲームで使いや、使ったゲームで、これ使って、これ使い、多分これめっちゃ強いと思うで。数値もすごくええもんな。ほら、1100、1050、3050で、アビリティはなんかよう分かれへんけど、まあ使ってみてください。はい、はい、というわけで今日はこちらのカードを紹介しました。じゃなー、花道オンステージ。なんでガイム、ガイムでええの。カードが出たから。はい、じゃのじゃの。